宇多津町の氏神、産品神社では毎年終戦記念日となる8月15日に産品神社境内にある中魂社で慰霊祭を行っています。中魂社には明治以降の戦い、日露戦争、日朝戦争、戦後75年となる第二次世界大戦で亡くなられたおよそ600人の氏子の霊が祀られています。現在の繁栄の礎となった先人の徳を偲ぶとともに感謝し、御霊を慰めようと30年以上前から毎年8月15日に慰霊祭が行われています。例年はこの中魂社碑の前で慰霊祭が行われますが、連日35度を超える猛暑日が続いたため、熱中症対策として中魂社から境内の氏子会館に場所を移して執り行われました。会場には産品神社責任役員や遺族会、来賓などおよそ30人が参列しました。宮本宮司らのもと神事が執り行われました。参列者らは戦争で亡くなった多くの御霊へ感謝の意を表すとともに、平和な世界が築かれることを強く願いました。これの彼の宮仕事を今やに。最後に宮本宮司や参列した遺族会、関係者の皆さんが順番に玉串を捧げ、戦没者の冥福を祈り、平和の尊さを胸に深く刻みました。続いて産品神社責任役員を務めた谷川町長がお礼の言葉を述べました。戦後生まれの方が 83% というような状況だというふうにお聞きをしました。戦争を体験をした経験をした人が 17% というようなところでございます。恒久的な平和を希望しながら、またそれを我々は継続しながら行かなければならんというふうに思っております。参列した皆さんにとって戦没者の思いを馳せ、二度と戦争が起こらないように平和について改めて考える機会となっていました。